そうだ。顔を、洗わないと。朝飯作らないと。よっ。何してるの、シロ。もう朝ごはん終わっちゃったよ。ね、あれ、あれ。シロ。人の話聞いてる？私、こんなところで何をしてるのかって聞いてるんだけど。ああ、聞いてる。おはよう、イリア。今朝は妙なところで会うな。シロ、体の調子、良くないの？え、いや、そういうんじゃない。ただ、寝ぼけてるだけなんで、ちょっと待ってくれ。これでよし。さっきの話だけど、ここに用があったわけじゃないんだ。ちょっと寝ぼけて間違えただけ。そっか。うん。それじゃあ今に行こう。シローの朝ごはん、私が用意してあげるから。ん？イリア、今、朝飯作るって言ったのか？ここにいて監督してやった方がいいんだよな。
その今朝は悪い、寝過ごしちまって気づいたら8時過ぎてた。さくら？おはよう。なんだ、朝から元気いいな、さくら。その分じゃ体の方も調子いいんだ。どうしたんだよ、さくら。なんか変だぞ。だいたい俺が元気を分けたって何の話だ。さくら、昨日の。嬉しかったですよ、先輩。シロ、朝ごはんできたよ。そういうわけだから朝飯食べてくる。この話はまた後でな。問題あるわよ。そんな焦げっちいの食べてると体壊すわよ。バカめ、米にしろパンにしろこの焦げ目が美味しいんだ。ちょっと。だからうまいって。本格的に寝ぼけてるのね。あのね、そんなのんきなこと言ってる場合じゃないんだけど。父さん、これ。そう、行方不明者14名。調べればもっと増えるだろうけど、とりあえずは全体の10分の1ってことで落ち着きそうね。完全に飲まれてしまった。わかった？これが造剣の仕業かあの影の仕業かはわからないけど、どっちにしたって今までとは段違いの犠牲者が出たことに変わりはない。この分でいけば数日後には一区画丸ごと飲み込まれかねないわ。父さか、行方不明になった人たちは。話はここまでよ。シローの気持ちはわかるけど、罪悪感は後にして。いい？あいつらは私たちに手がないと思ってやりたい放題やり始めた。私たちを甘く見てるからこんな馬鹿げたことをしてるのよ。なら、舐められてる私たちが何をするべきか、確認するまでもないでしょ？で、単刀直入に聞くけど、腕の調子はどうなの、シロ？そうだな。普通に動かせるぐらいにはなった。けど、そういう話をしているんじゃないよな、父さん。ええ、私が聞いているのはアーチャーの腕として理解できたかってことだけよ。
私の魔術刻印を移してから1日経ったんだから、少しは手応えがあるはずよ。さあ、答えて。あなた、アーチャーの腕で何ができるか、もう分かっているの？それはアーチャーの腕を制御できるかって話じゃなくて、アーチャーの宝具が何であるかって話か、どうさか。そんなの当たり前でしょ。シロはアーチャーの腕を使ったらまずいんだから、使わせるわけないじゃない。何？それとも使う気でいたっていうの？あんたは。いや、そういうわけじゃないんだが、なんとなくそういう流れかなと。そういう流れってどういう流れよ。まったく、言っとくけど、どんな状況になろうとアーチャーの腕だけは使わせないからね。シロも私の許可なしで使おうなんて思わないで。そのアーチャーの代わりなんだから、勝手に死なれたら困るじゃない。それでどうなの？アーチャーの宝具が何であるか理解できた？もういい加減言ってあげれば。シロ、そんなのアーチャーの腕を移植された時から知ってるって。ちょっと、まあ本当だと思う。あ、緊張して損した。それはそれで助かるけど、どうして黙ってたのよ、イリア。ジローがアーチャーの投影魔術。どうしても何も、聞かれなかったから言わなかっただけよ。リンはジローに投影をさせたがっているんだから。何よ、その口ぶり。あなた、あそこも。それはリンとジローが、確かに、宝石剣を複製できればリンの勝ちよ。だからこそ私も手を貸してあげた。けど、それは私の義務だから。いいかな。要するに、何か複製したいものがあるのか。そうよ。私たちだけじゃ、セイバーにもあの影にもかなわない。だから。概念武装？それって。ええ。物理的な衝撃で相手を打倒するのではなく、概念、コンパクトしての重みで相手を打倒するアウトブレイカー。あなたにはその中でも特殊な、うちに伝わる探検を投影してもらうわ。目標はセイバーの宝具に対抗できるだけのものを作ること。バーサーカーを倒したセイバーの宝具は見たでしょ。単純な火力で言えば、セイバーは他の追随を許さない。あの黒い影だってセイバーの宝具を受ければ跡形もないだろうし、私たちだってあんなものを振るわれたら防ぐこともかわすこともできない。けど逆に言えば、急増ですぐ壊れる模造品でもセイバーの宝具を上回る経済作れれば。どうかな。それだけの宝具を投影するなんてできないぞ、俺。ええ。私たちが知っている投影がせっけど、あなたの投影はそういうレベルの話じゃん。けど、アーチャーの知識があるなら、あとはそれをなぞるだけでいい。アーチャーという身。いい？前にも言ったけど、そのあなたがより上位の複製者であるアーチャーの魔術理論を踏めば、本物と同じ能力を持つ。それ以外のフォローは、私とイリアは今、あなたに投影時の資料になる設計図は、イリアがリーディングで解析中だし、本物に使われていた材料は、私の方で用意してる。まだ準備に時間がかかるけど、これが揃ったら、あとはシロー次第よ。シローが形だけでも、大主婦のパスを複製してくれれば、造剣と正面からぶつかっても、勝機が見える。仮に俺がその武器を投影できるとするぞ。その場合、材料はいらないだろう。オリジナルがあるならそれを見せてもらえれば、あとはこっちで真似事をする。材料なんて用意してないで、今すぐ試してみればいい。バカ、それができる。いい？今のシロじゃ投影はできて1回。
それじゃあ意味ないでしょ。土蔵に転がっている出来損ないと同じ。形はそっくりでも。だから、投影に必要な魔力と知識を補うために、できる限り本物に近い素材を作って、簡単な足し算よ。シロウのイメージと私たちが用意した材料を足して。まあ、アーチャーの腕で投影すれば、材料や元になる設計、アーチャーの腕に頼らないで叩く。元からあるものを投影で強化するってことか。そうだな。それなら少し。けど、成功するかどうかわからないぞ。強化だって、マスターになる前までまともに成功しなかったんだ。そんな離れ技、ぶっつけ本番でできるとは思えない。ああ、それは大丈夫。シロにはこれから投影の練習と、アーチャーの知識の引き出しを猛特訓してもらうから。そうか。俺も。まさか。ここんところずっとイリアと積み木遊びしてたから、出来の悪い教え子とコミュニケーションするのもいいか。と、冗談。それなら、最後の確認をしておきたいんだけど。最後の確認。この作戦でいいか。結局私たちはアーチャーの腕は使わせないけど、それでもアーチャーから魔術を習う以上、シロウの体。いや、従うも何も造剣が倒せるなら文句はないぞ。はっきり言うわ、アーチャーの魔術、つまりね、ここで投影の鍛錬をする間はその、それでどうにかなるんなら、遠坂の方針に従う。この布外せばいいんだな。そう、やっぱりそうきたわけ。なんだよ遠坂、今の答えじゃ不満か。別に、あんたに脅しなんて意味なかったって再確認したところ、正外符を外してもいいだなんてあっさり言うとは思わなかっただけで、答え自体には満足よ。変だぞ遠坂、こっちが覚悟を決めてうなずいたっていうのに、俺が悪いみたいじゃない。ええ、変。その答えを欲しがったのに、いざ言われたら頭にくっ。けどシロ、さっきも言ったけど、私はあなたに、あーちゃん、あなたの覚悟を試した私が言えることじゃないけど、二度と正外符を外すな。それを外すってことは、もう戻れなくなるってことだから。アーチャーの魔術を習う。布を解かないと、あいつの魔術構成は引き出せないんじゃないのか。もちろん。だからここは無理を承知で、少しだけ正外符の工作を緩めてもらうわ。それなら封印を解いたことにな。そうだな。じゃあさっき遠坂が言った。ええ。けど、それだって大事だから、まずシロウのか、ともあれ。シロウだって、いつまでも布を巻いたままなんて嫌でしょ？せめて自分で巻き直せるぐらいできないと、この先やっていけないんだから。ああ、そうだな。でしょ？だから今のうちに、昨日の刻印はうまく馴染んでいるようだし、大魔力だって上がってるし、意識の保護はイリアがやってくれるから。イリアが保護するって、その。ちょっと違うよ。私が守るのはあくまでシロウの精神。シロウはアーチャーの経験を引き出さなくちゃいけないんだから。わかった。じゃあ俺は布を緩めて。ええ。その時は目をと、魔術回路を開く時と同じ。とにかくシロウはアーチャーの投影技法を体験するだけでいい。みに、ごめん。ちょっと、あとはよろしくね、イリア。シロ、拘束を緩めるなんてバカな真似は反対だけど、シロが約束したのなら手伝ってあげる。さ、リンが戻ってくるまでに済ませましょう。エリア、いいから目をつぶって、シロが一番得意な瞑想して、魔術回路が開いたら
こっちでシローの意識をプロテクトして聖外府の拘束を緩めるわ。タイミングはこっちで測るから、シローは流れてくる魔力に耐えてるだけでいい。けど、余計な忠告をするね。リンが知ってるのは、英霊の腕を移植された人間の痛みだけよ。だからリンは、これがどういうことになるか分かってない。シローがどうなっちゃうかも分かってないの。けど、それも仕方ないわ。だって、シローとアーチャーの関係を知っているのは、この世で私だけなんだから。どういうつもり、さくら。体が悪い。さくら、エミヤ君が心配になって見に来た。違います。説明は不要よ。私は部屋にも、ここで何を言われようが、あなたをど、どうしても何もないわ。マスターとしてこう、いい？さくら。戦闘に参加せず、ライダーでこの家を守ろうが、あなたが造剣の手駒である。そういうこと。何よりそ、今のあなたはいつ倒れるかわからない。まあ、今は落ち着いているようだから倒れたり、そうなれば彼、今以上。わかってくれた？なら早く。何？はい。けど、ちゃんと聞かせて、姉さん。なのに今日も先輩を呼び出して。何って魔術講座よ。このま、だからシローには、アーチャーの腕から魔術を引き出してもらう。無茶です。うん。それだけじゃない。先輩はね、けど、そんなことをし、さくら。そうね。けど、さくら、私が言わなく、ほんとどうかしてるわ。私がどんな風に忠告し、そう。それがわかるから、外さなくてもなんとかなるって知っていれば、あいつだってギリギリまで我慢するでしょ。それが終われば、シローを休ませる。閉じ込めてでもおとなしくさせて、それだけです。あなたは東坂の魔術師ですから。ええ、今の方法が失敗して、造剣とあの影が昨夜のよう。そんなの勝手です。先輩は初めから、はあ、何か勘違いしてるみたいね。さくら、いい？私はシローに無理強いなんてしていないし、そもそも本当なら、シローに発言権はないの。シローは私のアーチャーから腕をもらって一命を取り留めた。なら、その時点で、シローにあの腕がある限り、わかる？この戦い、サクラに口出しされる言われはないわ。私はあいつが戦いを望む以上。話はそれだけ？じゃ、
なんでしょうね。それより、お昼は、ミーとサクラの、サクラの方。どうぞか。何よ、さっきまでは私の味付けも新鮮だとか言ってたくせに。リンのは辛いんじゃない？もうお昼はさくらに任せるって決まったんだから、いい加減。あのな。シロ？どうしたの？イリアと商店街まで買い物に行くんでしょ？あ、じゃあ行こうか、イリア。ちょっと、なんか変よ、あなた。生涯符を戻した時は元気だったけど。ん？ああ、そうだな。それじゃ、派手に買い込むか。イリアは何が？あれ？お昼はシチューじゃないの？シロ、さっきそう言ってたけど。ああ、そうだった。あ、まあ、決まってるならはっきりしてていい。サクラのシチューって。い。悪い。買いすぎた。こっちの袋のが軽い。ううん。それより、もう一個持とっか？いや、俺も平気なんだけど。うん。本当は風船持ったピエロみたいだけど、ブドウの方が可愛いでしょ？あ、ちょ、待てってば、イリア。重くはないけど、走るのはさすがにきついんだって。イリア。お、何？し、シロ？イリア、この戦いが終わった後。
イリア、このままうちで暮らさないか？それは桐次の息子として。ああ、俺は親父の息子でイリアが好きだ。一緒に暮らしたい理由はそれだけだ。本気？シロウが桐次の代わりをするの？いや、俺じゃ桐次にはなれないし、桐次の代わりもできない。俺と桐次は別の人間だ。桐次としてイリアに返せることなんて俺にはないけど、俺は親父が好きだ。親父にできなかったことを果たしてやりたい。だからイリアが桐次を憎む心の中に少しでも許してやってもいいって気持ちがあるんなら、俺は今までできなかった分これから取り返していくのはダメか？今のままでいいからイリアと一緒に暮らしちゃいけないのか？それは無理だよ。私は長生きできないし、知る。長生きできない？そんなこと、ねえ。どっちかがどっちかを犠牲にすれば少しは生きられるかもしれないけど、二人、ほら、だからできないの。シロウがでもちょっと残念かな。今の言葉もうちょっと早く言ってくれたらよかったのに。そうしたら、うん、そうしたらほんの少しだけ運命は変わっていたかもしれないから。バカ言うな。そんなことにはならない。造剣がイリアを狙っていようと、その前に俺たちで造剣を倒す。そうね。これはリンには黙って。宝石剣の投影、遠坂の遺産を複製することは、だって普通の投影魔術ならある程度オリジナルに似せたものに投影を重ねて補強することはできるけど、シロウの投影は違うわ。シロウは1から10まで全部を自分のイメージで作らないと形にできない。だってあなたの魔術は投影じゃなくて自分の心を具現化するものなんだから。イリア、どうして？だから無理なの。リンが必要としているものを作るには、シロウ、さっきみたいな一時的な記憶の欠損なんかじゃ済まされない。一度でも使えばシロウはもうシロウでいられなくなる。シロウは自分のこと、サクラのこと、私のことでいっぱいいっぱいでちょっと混乱してるんだよ。だから今の誘いは忘れてあげる。シロウだってわかってるでしょ。全部を選ぶことはできない。助けられるのは一人だけなんだって。大丈夫です。確かに熱っぽいけど。じゃあ、ね。お疲れ様で。もう、先輩も姉さんも、あんまり過保護にしないでください。
て。姉さんは、私も姉さんみたい。それに、これは私が今まで受け持ってきた役割だから。ご飯。はい、先輩がいい。ご飯はアサリの炊き込み、エビは包み蒸しにして、イカはエスニック風に仕上げて、とどめにイリアちゃん対策でハンバーグまで。お、一時はどうなるものかと思った。私も遠慮なくいた。はいよ。やりますから。いいから部屋に戻って、ちゃんとあったかく。さくら、別にこれからずっとってわけじゃない。さくらが悪いわけじゃないんだから。熱だって下がってるし、ちゃんと昨日のことも覚えてるし、先輩。心配されなくても大丈夫か？バカ言うな。夕食の準備に2時間もかけた。不注意で、塩加減はまるっきりできてないわ。胡椒は効きすぎだわ。桜の料理とは思えない。張り切るのはいいけど、結果が出ないよ。わかったか？桜は元気なつもりでも、言っとくけど、俺は怒ってるからな。明日から、厨房には立たせない。完全に治るまでは、無理なんてさせない。早かったわね。一応寝かしつけてきた。そう。じゃあ後のことはイリアとライダーに任せましょう。姿は見え。おそらく、あと数。暗い顔ね。父さんか。無理よ。焦るのもわかるけど、サクラを助けたいのな。今はまだ戦わないな。巡回の意味がないって言いたいの？シロ、私たちはゾウケンさえ倒せれば。シロ、いや、少しめまいがしただけだ。いいわ、別に謝らなくても。本当はね、今日の投影は3日に分けて習得してもらうはずだったのよ。どうしたの？いや、その、
今日の鍛錬はきつくて、耐えるのに。そうね。無我夢中って感じだったもの。けどその甲斐あって、ま、今のところ成功率は1割以下だから。静かね。ねえ、あっち側って昨日もああだっけ。家の明かりはおろか、街灯まで真っ暗だけど。行こう。停電している家にいた人は、もし シロ、どうしたの？急に立ち止まって。まだ他に気になることで。いや、吐き気がするだけだ。俺のことはいいから、話を続けてくれ、父さん。本当？まいったわね。向上したシロの対魔力でも、あいつの残滓に当てられちゃうんだ。まあ、あれだけの魔力の塊なんだから、当然といえば当然か。そうで、あ、いや、体力がな、んで、一体何が起きたんだ？まあ、今までと同じ食事でしょうね。ただ、街中に残った後からして、一軒一軒訪ねていった、なんてことじゃなかったはずよ。あれは津波みたいにあの一帯に多いけど、無機物はお口に合わないみたいね。生きていないものは通り抜けて、有機、救いがあるとしたら、一瞬で消えたことか。痛みも恐怖も感じる時間な、問題はそれだけの魔術の発動にもかかわらず、あれがあの影の仕業だって言うんなら、あいつにとって、あれは魔術じゃなく、ただの挙動に過ぎないことになる。よ。
分かってはいたことだけど、あいつ日に日に成長してるわ。このペースでいけば、次に出た時は手をつけられない怪物になっているでしょうね。いやいや、加減を知らんのも困りものだ。よかれと思い放任してきたが、これはそろそろ刈り取らねばならんかの。この場で殺しても良いのでは？いや、それはいささかもったいない。ここまで生かしておいたのだ。ここで終わらせては芸がなかろう。うん。例えばこういう筋書きはどうかな、アサシン。ここに生贄がおる。人の世に疎まれ憎まれ呪われ続けた哀れな肉だ。この肉はな、けなげにも世界を嫌おうとせぬ。ただ一人でも自分の味方をする。いやはや愛欲とは格も尊く強力なものらしい。肉は何をされようと人の世を憎みきれん。憎めばその故に肉には何をしても効果はないのだ。だが、その唯一の味方に否定されたとしたらどうなるの。もとより世の全てに否定されたものだ。唯一信じた希望に。では、魔術師殿は。さよう、幕引きはあやつにこそふさわしかろう。予想外の成長ではあったが、あそこまで持たせてくれたのだ。お帰りなさい。街の様子はどうだった、リン？やられた後だった。何もなかったわ。ちゃんとベッドで眠ってるし、起きた様子もないみたいね。ライダーを刺激。そう。まあ。私は疲れたから寝るけど。私も休むわ。明日は製鉄でしょ？じゃあ、今日はこれでお開きね。シローも休みなさい。気づいてないようだけど、顔真っ青よ。先輩。起きてる。はい。失礼しますね。用件はそれだけなんです。先輩、なんかすごく眠そうというか、疲れてるように見える。サカ。はい、間
また怖い夢を見ましたけど、ね。さくら。さくらは嫌か？